ドラマ「3年 A 組」や映画「天気の子」で一躍有名になり、2019年最大のブレイク女優とまで言われた森七菜さん。今回はそんな森七菜さんの面白いエピソードを50個紹介していきます。2001年8月31日、大阪府枚方市に生まれた森。母親、父親、弟の3人と共に4人家族で育ちます。トイプードルを飼っていたそうで、名前は鉄子と言います。父親は料理人をやっているそうです。今では森が落ち込んだ時などに連絡してよく肉を送ってもらうと言います。牛タンの塊を7本送られてきたこともあるとか。母親は癖の強い人物のようで、よくドラマ現場に来てスタッフやタレントとトラブルを起こしていたようです。また家のルールとして、部屋着はドラゴンボールの道着を着なくてはならないと定められていたと言います。なぜなのかは未だに森にもわからないそうです。ある日突然道着を買ってきて、今日からこれでと言われたそうです。後に森七菜のマネージャーが来た際も着せたとか、飼い犬の鉄子にもちゃんと着せていたそうです。弟は5歳離れており、とても可愛がっていました。忙しい親に代わってよくご飯を作ってあげていたそうです。一度森がチャーハンを作ってあげた時には、今まで食べたチャーハンで一番うまいと大絶賛されたそうです。2008年4月に枚方市内の小学校に入学している森ですが、両親の離婚の関係で大分県大分市に移住し、大分市内の公立校高田小学校に転校しています。母親に引き取られた森は父親ともたまに旅行などしていたようです。ちなみに小学3年生時に転校するにあたって、片思いしていた男子に好きだよという手紙を最後に渡したそうです。引っ越し先は自然に囲まれた場所だったようです。森は最初に住んだ家のことを掘ったて小屋のような有様と表現しています。畳の隙間からかいわれ大根が生えていたり、お風呂場にナメクジが張っていたりしたそうです。引っ越し当初こそ面食らっていた森ですが、大自然に囲まれ、新鮮な魚や温泉、大分の名物料理などに感動し、次第にワクワクしていったそうです。またこの時に話し言葉が大阪弁から大分弁に変わった経験が、現在の役者業に大いに生かされているとのことです。自然に囲まれた地元大分、トランプや花火、人狼ゲームなどをしてよく河原で遊んでいたそうです。水たまりめがけて落とし合う相撲のようなこともしていたとか。2014年4月、大分市立東洋中学校に入学した森、中学では美術部に入っています。現在でも水彩画を描くのが趣味だそうです。小学校、中学校で仲良くしていたグループがあり、その名もミジンコ。ミジンコメンバーとはよくカラオケやお好み焼き屋に行っていたそうです。この頃森は漠然とお芝居をする人になりたいと思っていたようです。家ではいつもテレビがついていて、母親がよくドラマを見ていたことから自然とそう思っていたそうです。そんな思いを抱く森ですが、中学3年生の頃にスカウトされ、本当に女優の道を歩んでいくことになります。ここからは女優森七菜としての学生時代のエピソードを紹介していきます。スカウトされたのは2016年、中学3年生の夏休みのこと。家族と食事に出かけていたところ、海鮮レストランで牡蠣を食べている最中、写真を撮らせてくださいと声をかけられます。森は最初は警戒し怪しんでいたそうです。そのスカウトマンは仕事ではなくプライベートだったそうです。知り合いの店に来たところに偶然居合わせ、思わず声をかけたのだと言います。もともと漠然と女優志望だったこともあり、スカウトには前向きで、やがて森は東京の事務所へと訪れます。母親もやりたいことならやっていいよと許してくれたそうです。ちなみに森は中学時代から広瀬すずの大ファンで、雲の上の存在と崇めているそうです。スカウトされてから2週間後には東京の事務所に訪れ、その場で衣装合わせをし、初めての宣材写真を撮ったそうです。事務所入所の可否も行われましたが、その場ですぐに入所が決定しました。さらにすぐにネスカフェのウェブ CM のオーディションも決まり、瞬く間に採用され、9月にはもう最初の撮影をしていたといいます。2017年4月、大分高校商業科に進学した森。この高校は部活動が盛んで、サッカー部や野球部が強豪として知られています。仕事との兼ね合いで森は部活動には入っていないようです。高校時代にも仲良くしていたグループがあり、その名もベングル。弁当を一緒に食べるグループだからベングルだそうです。仕事の関係で授業に出れない時には板書のノートを貸してサポートしてくれたりなど、良き友人だったようです。また後に女優としてブレイクすると、たびたび学校内で即席のサイン会などが開かれましたが、ベングルメンバーが敏腕マネージャーのように取り仕切ってくれたため、パニックや騒動にはならず、授業などに支障をきたすことはなかったそうです。仕事の際には大分の高校と東京を片道5時間かけて往復していた森。
しかしそんな忙しさを言い訳にせず、東京に通っていると感じさせない成績を取ることが目標として、しっかり勉強にも精を出していたようです。隙間時間を利用して効率的に勉強し、一度だけ国語の試験で100点を取ったことがあるそうです。よく本を読む高校生だったそうで、お気に入りの作家は知念幹人や赤川次郎だそうです。仕事で上京するときはよく一人で映画に行ったり、ラーメンを食べたりしていたそうです。特に映画を見るのが好きで、多い時で1日4から5本見たことも。高校時代もモテモテだった森、友人の話によれば9割の男の子が一度は好きになっていたそうです。ですが告白されることは全くと言っていいほどなかったと言います。森はそんな大分高校時代のことを、すごくキラキラしていた高校時代だったと語っています。女優の傍らで学業にも手を抜かない森、そんな二足のわらじ生活の中で、女優森七菜はどのような活躍を見せていたのでしょうか。森の大躍進がわかるエピソードをここからいくつか紹介していきます。2017年、高校1年生の頃にオーディションを勝ち抜き、 Amazon プライムビデオのオリジナルドラマ東京ヴァンパイアホテルで森は女優デビューします。トントン拍子で進んじゃったので、全然実感が湧かなかったですと語っています。その後も続々とオーディションを突破していき、仕事を獲得していく森、あまりにも怒涛の勢いで勝ち抜いていくので、オーディションに滅法強い15歳と呼ばれていました。ただオーディションを勝ち抜く秘訣に関しては全くわからないと答えています。失敗したなと思っても良い結果だったり、できたかなと思っても落ちる時もあると語っています。唯一オーディションに挑む時に大事にしているものがあり、出せるものは全部出して帰ろというモットーだそうです。2018年12月に行われた制作発表会見にて、アニメ映画天気の子のヒロイン役に抜擢されたことが発表されました。2000人以上の声優オーディションを勝ち抜き起用され、初の声優仕事となります。2019年、高校2年生の1月には連続ドラマ3年 A 組に出演。途中まではあまり出番がない役でしたが、後半で森がメインのストーリー展開になった際には、その演技力と存在感が爆発し、一気に脚光を浴びます。3年 A 組は他のドラマよりも演技が大変だったこともあり、自分へのご褒美としてフライドチキンを食べて頑張ったそうです。高校3年生の頃には第98回全国高等学校サッカー選手権大会の15代目応援マネージャーに就任しました。応援マネージャー就任は友人と約束していた夢であり、念願だったそうです。ちなみにその年には森が在籍する大分高校が大分代表として大会に出場しています。全国高等学校サッカー選手権の応援マネージャーは過去に堀北真希、新垣結衣、広瀬すずなど、そうそうたる女優が就任しています。期待の若手女優に任される仕事のようです。高校卒業直前の2020年1月にはファーストシングル「カエルの歌」で歌手デビューも飾っています。高校卒業とともに上京を決めた森、インタビューでは仕事先のスタッフや友人に感謝の言葉を述べています。ミュージックステーションのスタジオで歌っていると思いきや、翌々日には木の葉の匂いがする教室でテストを受けている感じ、2人分の人生を歩めた気分ですっごく楽しい時間だったなと語っています。やがて2020年12月にはオリコンニュース発表の2020年ブレイク女優ランキングにおいて第1位に輝きました。こうして活躍していく森七菜ですが、所属事務所をある日突然退所し、そのトラブルがニュースになりました。ここからは森と事務所の間に起こった退所トラブルについてエピソードを紹介していきます。事務所アーブルにスカウトされてから CM や女優業も順調だった森、しかし2021年1月15日事務所の公式ホームページから突然森七菜の名前が消えていました。これが関係者ファンの間で知れ渡り、森の事務所退所が明らかとなりました。ソニーミュージックアーティストという大手芸能プロダクションから声がかかっており、アーブルから移籍したそうです。それが SNS で発覚し、お世話になった事務所に恩をあだで返したと世間では森七菜の印象が悪くなってしまいました。このトラブルには森の母親が関与している可能性があるようです。たびたび現場に来てはスタッフに文句をつけていたそうで、森のマネージャーも困り果てていたそうです。スタッフへの不満は常にあったのだと思われます。アーブルは小さな個人事務所だったために、看板女優の森の給与の取り分が少なかったことなどが移籍の原因ではないかと言われています。母親が弁護士を立てて異例のスピードで強引に移籍したと報じられています。事務所を移った後、月9ドラマ初主演を獲得するなど、現在もドラマなどで大活躍中の森。そんな森ですが、恋愛面についてはどうなのでしょうか。森のこれまでの恋愛事情についていくつかエピソードを紹介します。学生時代はモテモテだったという森ですが、
中学時代は苦い経験もしています。好きだった男の子に告白したものの1週間待たされた挙句に振られたことがあるそうです。また同じく中学生、当時気になっている男の子を誘って美術館デートの約束を取り付けた森。友人に全身コーディネートを協力してもらったりなど気合を入れて待ち合わせ場所に向かいましたが、3時間半待たされた挙句にその男の子は来なかったそうです。全く告白されなかったという高校時代ですが、高校最後の日に1通だけラブレターをもらったそうです。女優じゃなく一人の女の子として森七菜が好きという旨の手紙に感動した森は、あまり知らない男の子だったそうですが、誠心誠意お断りの返事をしたそうです。その他、芸能界において交際が噂されている男性が数々存在します。大悟小太郎、中村智也、岡部大など数々の噂は流れましたが、本人からは交際に関する発言は一切なく、熱愛報道も一切ないため、どれもただの噂である可能性が高いと思われます。そんな森七菜の理想のタイプは、包容力のある人、優しくて面白くて頼りになる人だそうです。ドラマ「カルテット」に登場する別府司を例として挙げていました。未だに交際に関する確定的な情報のない森ですが、今後どのような男性がパートナーになるのか注目したいところですね。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。